置いていけ俺たちは助から。最後に聞いてくれ小百合は俺を殺して俺はお前に告白した聞かなかったことにする携帯あるかない 何やってんだよ感覚がない何か言ってないことがあるだろうあいつは告白したことを後悔している俺を殺すかもしれない大丈夫かお前も重い罪を告白しろお前も告白しろ <noise> 聞いてしまったあいつが悪いのだ極限のワンナイトサバイバルそれは秘密を知った者への口封じに見えたら発端は16年前にあったえー、本当にとてつもない怪物級の映画ができたと思っております えー、この映画館でした。体験をですね。皆様のお力を借りて、えー、たくさんの方々に国内だけではなくて、国外の方々にもたくさんの方に届けてほしいと思っております。ヤンイキチュンさんお願いします。よろしく。ああ、おお <laughs> <laughs> いいな。俺ん時俺ん時なかったああれあ。俺あ<れ>俺,俺スターですね。<laughs> <laughs> <laughs> 아유 이렇게 많이 찾아주셔서 너무 감사드리고요. 제가 뭐 어, 일본어가 짧기 때문에 이제 한국말로 하겠습니다. 아 어, 진짜 꽉 차셨네요. 어 저, 저희도 이제 한번 봤는데 어, 네네. <laughs> 아 네네 <저>, 저아 스타드스. 어려서 <laughs> 스타드스. <laughs> 어. 야 <laughs> <laughs> yeah, 저. 어애 애가가 최고 드스. 아아 제이 오 어, 재밌게 봐주세요. 楽しんでください <laughs> あの,ー、こ,のはこの映画のオファーをいただいたのはもう4年か5年くらい前だったんですよねで、まあ、その時からあのヤンイクチュンさんとご一緒できるっていうお話だったんですけれども、まあ、コロナの影響もあって撮影が2度ほど延期してしまいまして、えー、これ本当にこの映画撮れる日が来るんだろうかってずっとドキドキしてたんですけどやっとお撮影することが決まって。 初めて衣装合わせでイクチュンさんと会った時き、イクチュンさんもテンションも上がっちゃって、イクタさん、<laughs> <laughs> 本当、熱 <laughs> <laughs> いハグをしました。あのもうそれぐらいこの作品にこう入ることが嬉しくてうれしくて、そしてあのまあこうやって完成してようやく皆様の元に届けられることを本当に嬉しく思ってます。お、初めね、結構でけえ、彫刻같이生み出しちゃないよ。もうダビドとか、もうちょヨーロッパの그、그 이태리진 또가 어~ 흥위기가 어~ 저~ 핸썸잖아요 됐을까 이케맨 어~ 네 그~ 그래서 첫 사이즈와 찜에다이너 흥기가저또 간지 때저또 어~ 가까이 가기가 좀 어려웠는데 현장에서 같이 촬영을 하다 보니까 사소한 장난에서도 너무 껄껄껄껄 잘 웃고 어~ 제가 이제 일본어를 잘못 알아듣는 거에 대해서 굉장히 서포트를 많이 해줬어요 아이 사람이.

あの「息もできない」という映画がすごく学生の時に拝見して大好きだったのでもう絶対友達になりたいっていうのをあの前の日から韓国語 <laughs> <その笑>練習してあの初対面の瞬間に友達になりたいですって言ってお友達になってくれました <laughs> そうですか撮影終わってからね、はい、なマちゃん、はい、韓国に。 遊びに行ったりしたのねはいあ,、はい、あの遊びに行きました韓国にはいあのねなんか俺がガイドしましたそうなんですガイドしてくださって <laughs> あガイドあそうなんですかその息もできないのをチームの皆さんも紹介してくださって、えー、みんなで一緒に楽しく韓国で遊びましたこれ生田さん来たかったですね誘われてない <laughs> <laughs> あれあれ 忙しいじゃないからね <laughs> さあ実は本日主題歌を担当したあの方たちが特別にお越しくださってますマキシマムザホルモンのマキシマムザく君大助班上ちゃんなおさんです大きな拍手でお迎えくださいイェ <laughs> ーイ あら、食べて、マキシマムザホルモンの皆さんです。大きなアクションお願いします。あー、えっ、ー、と、どうも、すみません。サンドの飯より、飯が好き。好きマキシマムザホルモンでございます。よろしくお願いいたします。いますはい。はい、お邪魔いたします。私はですね。あの、ヒロインじゃない方のなおで。<laughs> はい。はね、同じ。なおですけど、しかも。漢字も一緒なんです。ごめんなさい。本当ごめんなさい。あの、この作品を見させていただいて。 本当にあの普段私何でもないことでもすごいリアクションでかいんで今回映画見てるときに「あっ!」とかっていうのをすごい我慢しましまためちゃめちゃ我慢してでも言っちゃうんですけどでその後と、りあえず育淳さんに会うのがめちゃめちゃ怖くて育淳さんに会ったときにすごい身構えちゃいました。でもすごい優しくて よかったー人間なんだと思ってな。可愛 <laughs> い,いのよ、イクチュンさん。可愛い,いのよ。めちゃくちゃ可愛い,いのよ。すごい良かったです。これから皆さんもご覧いただくと思うんですけど、あのイクチュンさん演じるジオンがなんか劇中のジオンが僕にだんだん見えてくるんですよね。本当 <laughs> に。<laughs> だだんだん僕に見えてきて一言とは思えないぐらい別の意味でのめり込んでしまってで万が一ですけど告白シーズン2がもしあるのであれば、うん、トーマ僕でヒロインのなおはうちのなおでぜひ、えー、シーズン2を監督、<laughs> 関係している人も皆さん、まあ、でもとにかく素晴らしい映画に携われたことを本当にあの心から誇りに思います。 告白コンフェッション映画タイトルにかけて今だから告白できることあの、まあ、ちょっとしたもんでもいいですしもしかしたらえそんなことがでも結構なんですけれどもそうですねえっ、ー、と僕からの告白なんですけれどもまあこれずっとずっとあの言いたくて言いたくてあの今日までずっと我慢してたことが1つあります、はいえー、私福田斗真はですね、えー、このたび、えー、映画告白コンフェッション コンフェッションの主題歌をホルモンの皆さんと一緒に歌っております。あんですね。<笑><笑>ます。ありがとうございます。歌ってます。すま,ます。マジで歌ます。そしてあのー、今日までちょっと伏せられていたその楽曲のおタイトルなんですけれども、えー、今日発表させていただけたらと思います。こちらです。ドン。 おーお<ー>、主題歌殺意対殺意共犯戦闘馬。マキシマムザーホルモンでございます。大きな拍手お願いします。よろしくお願いします。<ー>後半。やったね。やっと言えた。やっと言えた。やっと言えました。これはね、あのー、まあ、今回、まあ、山下監督はじめ、僕も。まあ、この映画の主題歌をぜひ、えー、ホルモンのメンバーに歌ってほしいと。オファーをしたところ、心よく受けてくれて。プラス。ここにいます。マキシマウザーリョ両君の方から。 せっかくだったら、トーマくん一緒に歌おうよって言っていただきまして、今回、このとんでもないコラボレーションが実現することになりました。えーまあ、映画、5月31日に公開になって、まあ、そのエンドロールで流れるんですけれども、後々、えー、CD として音源もリリースいたしますので、えー、ぜひ。 詳細はまた皆さんにお伝えできればと思いますので、えー、ぜひともよろしくお願いいたします。レコーディングどうだったか伺ってもいいですか。ど,どうでした、生田さんとレコーディングね。レコーディングね、もうめちゃめちゃ表現力すごかったから。<laughs> すごかったよね。りょ <laughs> うくんとまウエイちゃんが特にあのこうねディレ,レクションというかスタッフとしてレレあの動いてくれたんですけど、すっごい褒めてくれるんですよ。<laughs> 表現力がいいわ。<laughs> い本当に声のバリエーションがある。<laughs> 予告編？予告編にもそのホルモンのこの楽曲が流れてるんですけど、実は僕の声も入ってるんだよね。ね誰か気づくかなと思ったんだけど、うん、誰も気づかない。<laughs> <laughs> 逆にグッジョブだったっていう。<い> <laughs> ちょっと寂しいぐらい。気づかないんだなと思って。はい、今日エンディングまで楽しみです。